ジョニー・アンサーはアメリカの元レーシングドライバー。彼はオープンホイールドライバーのジェリー・アンサーの息子で、いとこはアル・アンサー・ジュニアとロビー・アンサー。おいはアル・アンサーとボビー・アンサー、アルフレッド・アンサー。父親であるジェリーはアンサーが生後7ヶ月の時にレース事故で亡くなった。彼は1993年と1994年にカートで5回のスタートを切り、15位で、 最高の結果を出した。彼は1996年の最初のシーズンにインディレーシングリーグに参加したが、彼の最初のインディアナポリス500でペースラップ中にトランスミッションの故障があり、レーススタートを切ることはできなかった。1997年、リーグとスピードウェイのオーナーであるトニー・ジョージが彼とリンセント・ジェームスの車をフィールドに追加した後、彼はインディ500で 最初のスタートを切り、35位からスタートした。彼は18位でフィニッシュし、5回のスタートで、彼の最高の500の結果を出した。ウンザーはヒメルガンレーシングで R レースの大部分をドライブし、14回のキャリアで R を開始し、1996年にフェニックスインターナショナルレースウェイで行われた、最初のシリーズスタートで9位という最高のフィニッシュを達成した。 彼の最後の主要なオープンホイールレースは2000年のインディ500でした。2008年1月14日、ジョニー・アンサーは2008年のチャンプカーアトランティックチャンピオンシップのレースディレクターに任命された。彼は現在、ロード・トゥインディのドライバー・コーチ兼アドバイザーであり、クーパータイヤのレーシングアドバイザー兼スポークスマンでもある。彼はレースコントロールのインディカーのオフィシャルであり、 コロラド州デンバーのウンザーレーシング、カーティングエン,ンターテインメントトラックの所有者でもある。アンサーは、ルマン24時間レースにも参戦経験を持ち、フランク・イエリンスキー、エンリコ・ベルダジアと組んで、総合9位、クラス2位という成績を残している。セブリング12時間レースにも2度出場した。カート・インディカ・インディ500。ありがとうございます。